上から瞳サディスティックなやつめ。何してんの？あ、どうも。何してんのよ今日。こんにちは。あれ、ひとみちゃんこっち出てきちゃったの？お邪魔してます。上からひとみです。あれ、どうしたのよ。あれ、はいはい、今日はですね、AKB の劇場公演の特集ということで、お二人は劇場行ったことありますか？行ったことないの。ないです。ないんですか？それはそれは待っておりました、はい、そんなお二人にまずはこちらを見ていただきたいと思います。関根さん、柳原さん、こんにちは。 AKB48 チーム4の島田遥香です。入山杏奈です。フレイセレモンになりたいの。いや、肉の位置感ありがとうございます。劇場をご案内します。ということで今回は秋葉原にある AKB48 劇場をこちらの3人が案内してくれます。チーム4のニックネーム、ハルーこと島田遥香ちゃん、アンニンこと入山杏奈ちゃん、そして将来フレッシュレモンになりたいのというみおりんこと上手いじゃん、みおりちゃんです。みおりんね。まあ、さて、はい、劇場はどんな場所ですか、みおりん今。ね、そうですね。あ、家とか学校とかなんかすごい楽しい場所です。はい、大丈夫ですか？面白いこの子。まあ、とにかくね、楽しいところのようですよ。早速中へと向かいますが、まず飛び込んでくるのが亀一面に貼られたメンバーの写真なんですね。もうなんか貫禄あるもんね。これだけいっぱいあるとね、自分の写真もたまによくわからなくなる時があるんですけども、あれ、これ島田さんですか？あ、これ市川さんですね。これ市川さん。あ、これ入山さんですね。あれ、島田さん、島田さんいない。島田さんいない。え、これ島田さんですか？島田さんここですね。島田さんここです。ちょっと変わりました？変わりま、大人っぽくなりますね。やっぱりこれが、でもみおりんこっちの方がフレッシュ感あってね。本当ですか？こっちの方がフレッシュだよね。いやいや、フレッシュレモンになりたいの。あ、超フレッシュじゃないですか、私も。らしいですけど、やばい、フレッシュすぎて。あんまりね、無理しなくて大丈夫よ。はい、ここが、はい、AKB48 シアターでございます。イエーイ。まるでアメリカの映画館のようなおしゃれにライトアップされた入り口。この扉の向こうが劇場なんですね。それでは扉オープン。こんな感じになっております。いやー、広い、広いのか。250人がここをいつも埋め尽くされているという。そうなんです。そしてですね、この席の方もですね、ファミリーカップル席シートっていうのもありまして、女性児童シートといって、お子さんとか女性の方が座れるシート、はい、で遠方はですね、関東以外の、はい、例えば福岡の方とか北海道の方とか、いろんなところのね、のまあ、遠い方の地方の方が座れる遠方シート、はい、この他にも意外と人気なのがこの立ち見席なんだそうですよ。250人収容の劇場ですが、やはりチケットは毎回抽選になるという人気ぶりです。はい、実はですね、はい、こちらに来てほしいんですよ。ついてきてください。こちらです。続いて3人が案内してくれたのは、はい、劇場の中に立つ柱の前。ここにもう1本と、あちらにも1本あるんですけども、この2本の柱がAKB48 シアターのシンボルとなっている柱でございます。そうなわけです。それではここで問題です。リリンリリン、はい、ここの柱に貼ってある6本のラインはどんな意味を示しているでしょうか？関根さん、柳原さん、お分かりですか？分かりですか？はい、ということで問題です。6本のライン、はい、で2本の柱があるんだよね。はい、それではですね、こちらにお答えを、はい、はいはい、どうでしょう、ピンときますか？全然わかんない。それより何よりフレッシュレモンちゃんのキャラクターが衝撃的すぎて。あ、関根さん早いですね。ピンときました、僕は。おお、フレッシュレモンになりたい。俺もう関根さんがレパートリーに入れたよ。
これはなんだろうな、ホットチョコレートになりたい。なぜホットチョコレート？甘くてさ、濃いじゃん。女の子好きじゃない？ホットチョコレート。お、ピンときましたか？では一斉にお出しいただきましょう、はい、お願いします。ドエン、関根さんから。初代から6代目まであるから、最初が前田あっちゃんたちの代で、レモンちゃんがあれ5番目か6番目や、ね、あ4番目か5番目6番目じゃないかなと思って。おー、柳原さんは。私はもうあの柱の傷方式でですね、ええ、一番上の線まで身長が伸びたら卒業だよ。それ結構篠田麻里子ちゃんとか高めですよね。だってと伸びない子いるじゃない。何なんだろう、あの線っていうの不思議ですけどね。さてどうなんでしょうか。それでは正解の VTR を見てみましょう。正解はこの劇場が1周年、2周年、3周年、4周年、5周年、6周年を迎えるごとに1本ずつラインが増えていくという印でございます。はい、はい、はいはい、ということで関根さん惜しい。あーじゃないんだ、いあそこの、ね、劇場の線か。お二人とも近いところまで行ったんですけどね、はい、これこの線は劇場がオープンして何年経ったかを表してるんです。6年もやってんだな。そうだよ、あっちゃん14歳だったの。難しかったですかね。ちょっと難しかったかも。まあ、でもやっぱりこの柱は私たちのシンボルであって大切な柱ですよね。こちらが3人が所属するチーム4の公演の様子です。それぞれ公演には題目がありまして、チーム4は僕の太陽、選挙の上の方の子たちも出てるもんね。出てる出てる。それではここで問題です。こちらをよく聞いてください。はい、あーよっしゃ行くぞ。タイガー、タイヤ、タイヤ、タイヤ、サイバー、タイバー、サ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 イバー、ジャージャーっていうのを合ってるかなというんですけど、それを曲中にね、そうみんなで言ったりするんですよ。お、初耳ですか？この掛け声をミックスというんですが、タイガーはトラ、ファイヤーはヒなど、それぞれ日本語の意味があるんです。では。ダイバーの意味は何でしょうかというのが問題です。ダイバーの日本語どうでしょうか。タイガーって言うの急に。そうなんですよ、急に入っていっていいのこれ、はい、歌ってるところに。そうなんです。え、海とか。はい、もうこの問題にはね時間制限ありますので、分かったらもうすぐ答えてください。ダイバー、あと7秒、6秒。ダイビングだから。ダイ潜水、うん、潜る。あー惜しい。あー何、タイムアップ。はい、正解はアマでした。わかんねー。皆さん、柳原さん、はい、そして私たちチーム4は僕の太陽公演をやらせていただいてるんですけれども、チーム A は目撃者公演、チーム K はリセット公演、チーム B はシアターの女神公演をやらせていただいてます。でそのチームごとに公演をやる演目が違いまして、まあ、中身の曲も違いますし、チーム A さんはちょっとこう大人の感じで、チーム K さんはこう、はい、踊るみたいな感じで、ダンサーだ、ダンスだ、そうですね。チーム B さんはアイドルっぽい。そうですね、アイドル。シアターの女神ですよ。シアターの女神がいるんですよ、ここに。いるんですよ。私たちも一応シアターの女神ですけども、そうですね、はい、はい、誰のシアターの女神になれるかまだ分からないですけど、そうですね。ということでね、まあ、いろいろ紹介がね、はい、し終わったということで、はいね、まあ最後はね、はい、劇場恒例のあれで締めたいと思いますよ。ありがとうございました。また来てください。ありがとうございました。振りがあるの。ありがとうございました。また来てください。はい、これが劇場公演の恒例となっているハイタッチです。ありがとうございます。これはですね、
んの劇場公演に出ている出演メンバーがここに16人並んで配達をしてるんですね、いつも。そうですね。だからいつもファンの人とここのところダンス良かったよって言ってくださったりとか、また来るねって言ってくださったりとか、この髪型可愛かったよとかね、いいね、はい、ということで楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ劇場に遊びに来てください。バイバイ。バイバイ。うわすごい、テーマパークだな、もうな。もうじゃあ一回福岡に引っ越して遠方の席取ろうかな。ちょっと後ろの、ね、ゲイさんハイタッチできるんですよ。いい、したいね。そうですよ、16人とハイタッチできるの行きたいな。はい、あの光 TV ではなんとこの AKB の劇場公演の模様を公演日から1ヶ月後に順次ビデオサービスで配信します。そうなんです、もうね、見逃してしまった推しメンの公演だったりとか、生誕祭の模様をいつでも見ることができますよ。あのちなみに関根さんの推しメンっていうのは。僕はね、もう申し訳ございません、オーソドックスで大島優子ちゃん。おー、うーん、やっぱりね、優子ちゃんはね、運動神経がいいんで、はい、あの一緒にバドミントンとかもやるね、妄想がいいんですよ。もうそれはやっぱり世界の中に。そうそう。どうですか、バドミントン一緒にやった感じは。あのね、勝てないんですよね、僕が。また負けたのねとか言われるの。ちょっと羽をピッて取っちゃう感じですか。シャトル拾いながら勝てないよっつって。だけど違うところでは僕が勝つって。なーに言ってんだか、ファンの方に謝ってください。AKB のあの公演がさ、光 TV で見れるんだからいいよね。いいですね、会いに行けるアイドルがまた家でも見れるっていうの。あれ男版作ってほしいんだよ。ワールド48って作りたいね。ワールド48、ね、世界中からイケメンがデンマーク、トルコアルゼンチン、メキシコ、中国、ベトナム、タイ。その公演の遠方席はもうすごい遠方から来てるんです。そうそうそう。